今日はね、栃木県の足利っていうところに来てて、今東横のホテルに泊まってるんですけど、これから織姫公園っていうのがあるから、ちょっとまだ明るいし夕方なんで歩いて行ってみようと思います。行ってきます。今回はハイエース駐車場でお留守番してもらって歩いて約30分かけて行きます。ここは足利の駅の真ん前ですね。足利って言ったらやっぱり日本人が誰も知ってる足利尊氏の町やと思うんですけど、彼の銅像とかは一切なかったね。これ結構不思議やわ。右に見えてる黄色い看板の下がラーメン屋で、ここ美味しかったね。これが駅前のメインストリートですね。目の前の道なんかおしゃれそうやから、ちょっと渡ってみますね。この道歴史的な雰囲気感じますね。古美術屋さんみたいな感じで、なんかいろんな茶器が売ってましたね。これが日本遺産に登録された足利学校で、日本で一番古い学校として知られています。閉まってんね。行った時間が遅かったからちょっと閉まってたな、残念。閉まってたからしゃあないんで、どんどん公園の方進んでいきますね。この辺おしゃれなレストランとか多かったんですよ。足利学校って大学やったんですかね。これぞ日本みたいなもの見つけたんで、ちょっと楽しんでいきます。足利尊氏が尊氏くん言うて、なんか可愛いマスコットになってますね。ここ何の場所か全く分からへんけど、多分閻魔大王って書いてるんですよね。これどういう場所なんやろな。この看板劇場通りって書いてあんねんけど、昔劇場でもなんかあったんかな。実際見てみたら結構廃れてるんよね。
たまたまなんかこの細い路地見つけたから、興味出たからちょっと行ってみまーす。特に何もなかったですわ。こういう建物って汚なと思うか、なんか雰囲気あるなと思うか、紙一重やと思うよね。ここの空間なんか時間止まってるわ。もう昭和初期みたいな感じちゃう。老舗の風呂屋発見。目的の織姫公園までだいぶ近づいてきたで。めちゃめちゃ寄り道してもたな、今回。ここがその織姫公園っていうところなんやけど、上までずっと階段みたいなのね。上まで229段やから、そんな大したことないし、ちゃーっと行きましょうか。この雰囲気ほんまに好きやわ。日本って感じ。もうちょい。さあ、ついに織姫神社の境内着きますよ。めちゃめちゃライトアップされて綺麗やったから、楽しんでいってください。めちゃくちゃ明るいやん。とりあえず小銭あるだけ入れようかな。初めて知ったけど、ここ恋人の聖地になってるみたいで、
週末になったらいろんなカップルが来んのかな。今回はハイエース一人旅で栃木県の足利に来てて、この後茨城県に向かっていこうと思います。オーストラリア一周するまでは日本で車中泊とかキャンプしながら各地を回っていくので、チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。ではまた会う日まで。 See you, bye.